さや、ハリーに、もう一回越してインドネシア夢が叶うことができて本当にありがたいです、うん、まあ今の暗記はいないかもしれません、うん、スラマシアン、生さやきばさつき YouTube チャンネルに、さや、ブルビチャラビチャラドゥンガン、ルマジャタピカリーニ、プルタマカリ、タムニャオランインドネシアジャディ、さや、ハリーに、ムマカイコスチュームインドネシア、サヤパンギ、タムナマニャ、パアンギパラヘスタ、オッケー、シラカン、こんにちは。あ、こんにちは。自己紹介を簡単にしてもらえますでしょうか。皆さん、こんにちは。私はアンギパラヘスタヘルマワンです。さつきさんと初めてお会いしたのは3年前ですね。ツバメという団体が私の母校に来ていただき、お越しいただきまして、まあ、当時でいろいろなことについて、特に貧困な子どもたちについての生活について議論を交わしたり、ディスカッションをしたりしていただきました。まあ、それ以来、さつきさんとはずっと、まあ、ぼちぼち連絡を取ったりしていただきまして、まあ、いろんなこともたくさん教えていただきました。まあ、現在は私日本におりまして、うん、なんかリゾートを運営している会社に所属しております、うん、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アンギ君、カリーにね、サヤピキルピキルバニアクソサヤインギンソティダハニアオランインドネオランジュパンとたび、ジュガオランインドネシア。はいはい。トゥルータマサヤトゥルータマインギン、オランオランムダダリ、クドアヌガラね、インドネシアのジュパン、そううんとくムリハ。アンギ君、ビチャラ、バサジュパン。はい。サヤ、ブルビチャラ、バサインドネシア。いや、それで行きましょう。とたび。アダマサラ、アンギ君スダタウ、そう、バハサインドネシアサヤ、ティダバイク。いや、それで本当に、サツキさんのことですね、やっぱりインドネシアが上手に話せますよ。では、応援します。よろしくお願いします。オッケー、サヤインギムリハ、クンバリクヒルパン、アンギ君、参拝、スカラン、ブル様様、サンビルムリハ、そう、クルバプラサーン、いや、感情曲線。うん、スブンタールね。モノルトゥイトゥはい、ヒンガルルルスエスで小学校はい。イトゥこうスチャラパラレルや。そうですね、やっぱり、ね、まあ小学校の時代はやっぱり楽しかったんですが、うん、なんかまだ、まあ、子供なものですので、うん、悲しかったりとか、うん、辛かったりとかというものはあまり感じなかったと思いますね。うん、私って都会の人ではなくて、どちらかの人ですね。うん、もしサッカーをした時には、靴を履かずに、裸足でやりましたとか、はい、うん、それからサッカーの後で、まあ、自然に囲まれているところですので、うん、川へ行ったり、田んぼへ行ったりすることも多かったんですね。うん、楽しかったですね。うん、ステラ・ルルス・エスデイト参拝、うん、SNP や、はい、うん、イトジャトゥタジャン、そうですね、アパヤントルジャディ、うん、どうしてそんなに激しく落ちたのは、うん、やっぱり私ってさですね、いじめられたというか、なんかいじめられた経験があります、うん、中学校で、うん、なんか新しい環境でずっと溶け込みにくかったかなと思いますね。当時で本当になんか、ま、本当は勉強のことは本当に真面目で、うん、だから成績も良かったんですね。うん、逆にそのきっかけでなんか利用されてしまったというか、なんか暴力の子に、例えば宿題があったらとか、これやれとか、うん、私もやれとか、まあ一人なら大丈夫ですけれども、まあ、3人まではいましたね。うん、やっぱり私もなんか弱いというか、やっぱりなんか問題が起こし
したくなかったんですので、うん、まあ、ずっと黙ってました、うん、なぜかというと、もし問題、私もし反なんか反抗したら、うん、多分喧嘩になる可能性もありましたので、あ、もしあの喧嘩が起こしたら、それがあのおじいさんに知られたらなんか、うん、悲しい思いをさせてしまったんですね、うん、それが嫌ですよ。だからなんか我慢するしかないというか、うん、まあ、グルーバーゲマナグルー先生には言う勇気がなかったんですね。私ってやっぱり弱いかな、私って、うん、あの男としてダメかなというか。いや、そう、トゥタピナムン、そう、参拝、トゥコラムヌンガ、プルイカン、シーサン高校、参拝、タナ、イトゥ、はい、ナイクトゥルン、ナイク。水産高校に行きましたね。うん、まあ、水産高校に行くことも、うん、まあ、自分が判断した決意ではなかったんですね。両親が離婚しまして、まあ、ずっとあの小さい頃からおじさんに支えて いただきました。だから、なんか、まあ、私は学校にすては、どこに行ってもいい、うん、あのおじさんが支払っていただく限りでは、どこの学校でもいいという傾向がありまして、水産高校に入らせていただきました。で、スコラムがプルイカン、イトアパブラジャル、ブラジャルにはトゥンタンイカン、アガルイカン。ヌラヤン、マウムンジャディヌラヤン。あの両親になりたいわけではなくて、なんか学校を卒業したからあの日本の行政で働くことができますから、だから特別なイメージがありまして、あの友達もみんな卒業したら日本に行きたい、あの日本の行政で働きたいという声が全員やっぱりほとんど強かったんですね。でも、まあ、あの3年間あのその学校に通ってもなんか、うん、あの船に乗るようになりたいという気持ちは全然なかったですね。たび、ムンジャディ漁業技能実習生マガティクニスプルイカナン、うん、まあそれは事件かな。お、事件、うん、あの、うん、あのいざなんか6ヶ月前あの卒業する前に、はいはい、いろんな大学に応募しましたけれども、うん、あの私立の大学でもあの国立の大学でも応募しましたけれども、うん、やっぱりダメでしたね。あのなんか当時にもあのインターネットもまだ馴染んでなかったし、うんうん、だからああいうな知識を検索するのは大変でした、うんうん、でも結局なんか全国に行われた国立試験があって、うん、またまた私も挑戦しようかなと思いまして、うん、技能実習のために行われたテストも参加しました、うん、なんか自分も、ま、やりたくないとやりたくないやりたくないという気持ちが強くても、うん、ま、これは仕方ないかな、まあ、一応やってみようかなというイメージでしたね、うん、ボレクンバリリ、クルバプロサプラサンや、イトクルブジャジャトゥで漁業技能実習生、イトアルティニア18歳で日本に初めて来ました。18歳からまあ21歳までですね。うん、私が乗った漁船はカツオ一本釣りですので、うん、あの私が所属している組合はあの、うん、静岡県御前崎市にある漁業ですね。でもあのその前にも5ヶ月ぐらいあのインドネシアで日本語を勉強したり、うん、まあ、あの日本についてのことを教え、うん、勉強したり、うんうん、しました。どう考えても、うん、あの船で働くことはやっぱり自分のやりたいことではなくて、同級生、うん、なんか大学の生活を投稿されたり、うん、それを見てなんか羨ましいなと思いますね。うん、一方で私はあの日本に来て自分がやりたくないことをやってしまいました。うん、なんか辛かったんですね。うん、まああの精神的にも体力的にも本当に、うん、あの船で働くことは本当に、うん、そんなに大変でしたね。うん、
まあ、ちょっと面白いことがありますけれども、うん、初公開1個回目は、うん、東北で、うん、大地震、うん、大地震による津波が起こった時に、それは私の1個回目です。わお。私初めて船に乗ったのは、うん、3月9日ですね。その2日後ドアハリラギ津波が起こりました。ティラダマサラは沖には全然問題がなかったんですね。でも入港したら本当に死ぬほどびっくりしまして、なんかなんだどうして1個回目がこんなになってしまいました。ちょっとこれから3年はどうやって行けばいいかなと思いがありました。そう、プルタマカリにはいいという ブラパカリと、そうですね、そう、一本水というのはやっぱり季節によって養生が変わりますので、多分年間で70個回ぐらいですね。 70個回ぐらいですね。その中でちょっと個回の長さはマシンマシン、うん、違いますね。漁獲によって、個回の長さは違います、ね。パリンダマブラパ一番長かったのは2週間ぐらいですね。それなかった時はい、でも一番早かったのは1日でも1日、はい、たった1時間で吸って魚がいっぱいになってもう、うん、水揚げに入港しました。ボレタニャ、ステラ、イル、帰国クンバリディ、インドネシア、ムンジャディ、グルバハサ、ジュパン。そうです、帰国してから一応日本語教師にも体験しました、うん、やっぱりよく迷ったりしました、うん。まあ、これからどんな仕事をすればいいのか。ステライト、マスディ、ユニファシタス、うん、1年間半ぐらい日本語教師になって、うん、まあ、そもそも大学に入学するのは本当に大夢ですので、うん、日本で稼いだお金は大学のために利用したいと思いました。あ、やっぱり夢が叶うことができて本当にありがたいです。しかもなんか自分の苦労したお金で、うん、本当になんか言葉が出ないまで、言葉が出ないほど嬉しさがありました。スラマクヒドゥパンユニファシダス、ブラジャールダン。そうですね、まあ、日本語はスラピンタリア勉強した。私1年目と1年2年目はやっぱり勉強したことを改めて勉強しました。まあ大学では日本語だけでなく、まあ、他の日本についてのこともいろいろ勉強しましたので、うん、まあ、ワクトイトゥ、サヤプルトムアンギ君、ソプルタマカリ、フンキン、ティガタフン、ヤンラル、うん、はい、で、ワクトゥ、リハトクラス、ハリンピンタール、ダラムクラス、ありがとうございます。まあそうですね、やっぱり技能実習生になったということはやっぱり大変なことは多かったんですが、うん、まあ、楽しいことも少ないではなかったんですね、うんうん、小さい頃からサイボーイでした。あ、シャイボーイね。シャイボーイ、うん、ちょっと他の人と話すのは苦手でした。でも今のマシシャイボーイ、まあ、今はちょっとうるさい人になりましたね。喋りな人になりました。またスモアタム、サヤマウタニャイトタイムポイントディマナ、サヤマウタニャ、人生ですね。いや人生、いやクヒドパ、うん、バニャク、ね、バニャクアダア、うん、タピイトピリサト、一つだけですね、一つだけ。はい、やっぱり技能実習生ですね。ああ、うん、クナパイト技能実習生、やっぱり技能実習生になる前と技能実習生になった後、本当に幅広く変わりましたね。パリンスさんにはいるアパいる、ワクトゥ技能実習生、やっぱり、ま、日本語ももちろん難しかったですね。あ、うんうんうん、特に漁師の言葉遣いでもう汚いし、それから早かったし、これって日本語かなっていうのもありましたね。うん、ま、しかも言葉だけでなく、ま、
あの厳しい環境で働きますので、まあ、多分、まあ、厳しくてしょうがないんですね。うん、でもそのおかげで、うん、まあ、私はあの忍者ですから、そうですね、あの私が技能実習生にならない場合は、まあ、今の暗記はいないかもしれません。OK、うん、そう、トリマカシバニャクソ、ムンジュラスカン、クルバプラさん、アン君。リーダーになりたいと思います。教育にあの興味が強くて、今、あの佐々木さんがやっていらっしゃること、あの、スバメさんと、まあ、こういう気持ちをなんか恩返ししたいと思いますね。